タートまで3秒を切りました。9レースは1つ目、準決勝戦スタートしていきました。やや5番の鈴木聡太遅れたが、1番外から8番の荒尾聡がかましていった。一気に荒尾聡がトップを奪いました。1番の若井が2番手、7番の金子が3番手か、打ち抵抗するのは2番の大木、6番の高橋は今5番手からまくって4番手に上がってくるところです。レースは2周目に入ります。1番の若井をインコースから捉えていったのは7番の金子、金子大輔が2番手に上がりました。8番の荒尾が先頭、金子が2番手、1番の若井が巻き返せるか3番手、2番の大木がいて、その後ろ6番の高橋貢、まだ中段5番手です。残りは6周回、金子がやや滑って、1番の若井が再び輸出圏内2番手に上がってきました。そして高橋貢、大木をまくって4番手上がってきました。先頭8番の荒尾は抜け出して、早くも2番手争いが焦点となってくるのか。1番の若井、7番の金子、6番の高橋貢、三つどもえでの2番手争いです。残りは5周回です。まだ周回数は残っています。8番の荒尾先頭悠々と抜け出しています。1番の若井抑える競争となってきたか。7番の金子は後ろの高橋を気にしながら1番の若井を追っています。6番高橋は4番手、残り4周回、金子が一瞬内を狙いかけましたが入りきれず、まだ3番手、6番高橋その後ろ、2台重なっていてなかなか攻めきれません。ここで金子のインコース、高橋狙ってきました。金子は抑えきりたいところだ。2番手3番手4番手は依然大接戦、残りは3周回です。若井が2番手をキープしています。若井がこの2番手キープしきれるか。輸出権争い、荒尾は抜け出した、2番手1番の若井、若井が守っています。金子は3番手、高橋貢は4番手。レースは終盤、残り2周回です。ここで高橋が動いた、高橋が動いた、7番の金子をさばいて3番手に上がりました。金子は万事休すか、もう一度盛り返せるパワー残っているか。残り1周半、2番手争いは依然続く。今度は若井対高橋という体勢になりました。残りは1周、若井守れるか、高橋が来る、青旗振られてファイナルラップ、若井が抑えた、若井が意地で抑えた。 SG1 年半ぶりの優勝なるか。若井2番手キープ、高橋3番手、金子は4番手。先頭はちぎった荒尾聡、これは独走。2番手若井が粘る、高橋貢はどうする、外から行く、2番手どうか、荒尾は快勝、五輪2番手は若井友和。2連単8番1番890円、3番人気、2連複1と8の組600円、3番人気、3連単8番1番6番で1520円、3番人気。